皆さんこんにちは。どうもこんにちは。ザ・クロスロード音楽と心の交差点。大晦日。イエーイ。もう31日になりましたね。31日ですね。乗っかってるとね。大晦日に乗っかってるね。はい、うん、まあいいや。そういうことで。まあ、Facebook でも告知した通り、はい、今日はね、てんこ盛りです。そう、てんこ盛りよ、はい、本当に。まずはね、もう2回目出演、そう、ね、北九州からフェアリーシスターズ、はい、フェアリーシスターズ、はい、素晴らしい、はい、リナです。ね、僕らがね、僕らがもう、リスペクトしてるバンドですから、ありがとうございます。上がっております。皆さんバンドですって今言われて、バンドですって、わ嬉しいね。バンドベルト、バンド、あ、ベルト、いえ、関係です。今日はね、下には行かないです。いや、じゃあ行かない。下になるべく上半身の方、上半身の話でもう整えててください。さっき奈良ちゃんがやめときなさいって俺に言ったよね。口に切りましたよね。自分から言ってるよね。ベルト、バンドがベルトって言ったら、そっからしたら大変だよ、もう。いや、下に行ってない、行けない、行ってない。始まってからやめてね。ということで、フェアリーさん、そして、はい、そして今日は初めて、初めてよ。でね、一度だけ CD かけたことがある、ね。そう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 。うん、なんです。ね、で、もう、ずいぶんと、奈々ちゃん、しーちゃんのお友達でもあり、うん、はい、僕もお友達にならせていただいてます。はい。宮崎からですね、来ていただいた、はい、ナナンでーす。ナナン、ナナンでーす。ナナン、名前持ってんだよね。ノンノンさん。ナナンです。芸名ノンノンさんです。芸名、芸名、アーティスト名。ムーミンの恋人でしょ。そうなん、ね、そうやな。ムーミンの恋人、うん、知らんけど、そうやな。そんな情報いらんからね。いらないよ、いらないよ。ムーミン好きだよ。僕はスナフキンが好き。あ、そうそう、ギター弾いてる人はみんなスナフキンよ。まあね。あ、はい。今日そういえばスナフキンみたいなね、帽子かぶってね。そうそう、失礼な、ちょっとお前もう。部屋の中では帽子は抜きなさいってよく言われる。何を、姉ちゃん、突っ走らない。突っ走ってる。いいよ、いいよ、いいよ。そういう、トレードマークで。ノンノンさん。かわいい、ノンノンちゃん。かわいいな、悔しいな。悔しいな。どこで悔しいの。ライバル意識持たない。ライバル意識持たない。で、まずはね、ノンノンちゃんからちょっと自己紹介。そうね、自己紹介やってもらいましょう。はい、延岡市からやってまいりました。延岡市、宮崎のね、延岡市。遠かったね。遠かったです。朝5時半に出発したらしい。朝5時半、朝5時半、ありがとう。枕の中からルバルーキスタートルメちゃんの口を封じましょう。口を全部チャックされましょう。ちゃんとチャック、チャックは人じゃないの。チャックは人じゃない。面白い。今日は良かったです。のんちゃんのコーナーです。そんだけ。いや、いや、圧倒されてますね。いや、今日は楽しい、はい、仲間、音楽仲間の皆さんと、はい、一緒にこうやってラジオ局で話せることができて、本当に嬉しいです。はい。今日は楽しいトークで頑張りたいと思います。フェアリーもそんぐらい言ってほしいよね。まだ自己紹介してって言ってないのにもじゃんじゃん入ってくるからね。のちゃんね、もう喋らないとね、損よ、もうこの場では。前に持ってかれるよ。前に持ってかれるから、全員持ってかれる。はい、もうあとは言うことない。言うことないって。好きな食べ物はとか。あ、食べ物は。好きな男はとか。今日はCDがCDが、発売、最近発売しましたので、はい、持ってきました。このね、CD、延岡市の歌なので、リスナーの皆さんはね、地元の活性化ソングで、はい、これをですね、地元では結構いろんなところで歌ってるんですけど、今日は長崎まで来て延岡の歌を広めようと思って、はるばる遠い延岡からやってまいりました。あとでしっかり聞いてください。はい、あとで聞いてください。ありがとうございます。素敵なジャケットで。本当よ。美しいのんちゃん。これはるばる。これはるばる。私です。ちょっとしーちゃんとめいちゃん。
自己紹介なのにあの CD の紹介を今してるんですね。で後からしっかり紹介してもらいますから、ほどほどでいいですよ。はい、ありがとうございます。それで、で早速、はい、フェアリーシスターズ、はい、自己紹介を、はい、行くんだ一応、はい、いやもう終わったよみたいな散々喋ってますけどね。そうそうそうです。フェアリーシスターズ、リナと言います。リナちゃんです。はい、リナちゃんです。いつもね左側にいるブサイクな方って覚えてもらえる。いやいや、ブサイはお前が言うなっての、はい、おっさんやろ。お前が言うな、おっさんやろ、ね、おっさんいただきました。おっさんなのにこんなに綺麗、ね、いつも綺麗、キラキラしてます。メイと申します。メイです。よろしくお願いします。本当どうしてでもね見えないからね。そうそう、顔の方ラジオはいいね。ラジオはいい。ライブの時にこれやるとウケるんだけどね、うん、ラジオはね、わかんないもんね。私ラジオ向きかもね、うん、自分でわかってる。わかってるんだ。そうなんだ。それ違うよってみんな言わないと。そこでほら違うよって。かわいい、かわいい、かわいい、すごいかわいい人です。ほら見てほら、みんなかわいいって言って。かわいい。それ言ったらダメですよ。調子盛り上がりますから、もうずっと。そうそうそう、ね、松山さんよくわかってる。まあよく知ってる、うん、よく知ってる。一人だけ冷めてやるの。今日体調悪いんですか。あんたのせいや。あの福岡県、ね、北九州市、はいはい、福岡市の方でですね、はいはい、私たちあのバンドじゃないんですよね。そうです。ベルトでもないんです。はい、あの芸人です。芸人、はい、お笑いやってます、はい、でも一応芸人しても地下芸人です。地下芸人、はいはい、どこでもテレビとかで見たことね、地下芸人というのやっておりまして、はい、よろしくお願いします。でもこの間 M1 グランプリ出たんだよね。はい、そうですよ、2回目ですよ。もう、はい、M1 グランプリ どこまで行った。どこまで行った。あの敗退、1回戦敗退ですよ。毎回1回戦敗退。2分しかないんですよ。2分分かっとうのに2分しかないんですよ。2分、2分なのに楽器まで出るんですよ。あの司会の方から言われましたので、楽器これどうやって使うんですかって2分で、ね、すごいですね。そういうね、もう一箇所で入ったフェアリーシスターズ。はい、はい、そのそれ強調するなよ、かわいそうなったから。来年も頑張りますよ。そうですね、来年もね、出ることに、ね、出ることに、いつね、ブレイクするか分かんないですから。いやもう俺も今のうちにサインもらっとこうかなと思って、まだもらってないんだけど。今のうちにサイン考えとかね。、はい、あのまだ考えてないんだけど。そして今日はあのクロスロードから、はい、しんちゃん。はい、しーちゃんです。イエーイ、しーちゃん、よろしくお願いします。今年最後ですね。はい、はい、そして奈良ちゃん。はい、奈良ちゃん、リーダーの奈良ちゃんです。よろしくお願いいたします。本当お世話になりました今年はね。もうね、もう一番そ大晦日にね、こう、うん、みんなこんなして集まれるなんて思ってなかったもんですからね、うん、非常に喜んでおります、はい、今日は、はい、あの紅白に出ようと思って開けてたからです。そうなんですよ、はい、だからね、ちょっと開いてたんだよね。ちょっと開いてたんですよ、うん、はい、自己紹介のコーナー終わり。終わり、終わり。ということで CM CM。ザ・クロスロード音楽と心の交差点、今日もね、はい、始まりましたけども、いつもと違うけどな、何、時間は12時09分を回りましたね、はい、そうそう、09分ね。まあラジオではレイっていうのがね、あ、そうなの、いいんですよ。まあいいけど。まあいい。それで一時ね、あの説明しなくていいですか。いや、なんか不服そうやもんね。レイって言ったことが不服なんかなと思って。なんか説明しちゃろうと思って、メッセージが届いております。こんにちは。こんにちは。あ、ラジオネームサラさんです。サラさん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 。元気。もう久しぶり、久しぶりというか、この間、はい、クリスマス、ね、一緒に過ごしました、ね、はい、あのサラさんね、うん、サラさんは CD 買いに来た人でしょ。そう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 、ね、売り切れてたって、ウィンディーに行った、うん、行ったかった、ウィンディーまで来てくれたの。あ、その後買いに行った。そうそうそう、だからサラさん、サラさんなんですね、はい、サラさんどうも本当ありがとうございます。メッセージ読みます。はい、クロスロードさんもフェアリーシスターズさんもご無沙汰です。いや、これだったばかりですよ。先日のライブはつわものぞろいでとっても楽しかった。ワンワン、ワンワン。ウィンディで博多おめで通り買っちゃったよ。今聞きまくってます。あ、すいません、ありがとうございます。お店の人とてもイケメン。今度行くぞ。あ、サラさん、ラスト頑張ってください。はい、どうもありがとうございます。
さらさん、また今度お会いした時にはぜひきちんとした温かい抱擁をよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。抱擁、抱擁、抱擁がキスも許しちゃおう。今言いましたね。奈良ちゃんカミングアウト、カミングアウト。いやいや、奈良ちゃんも喜びしてる。今からさ、せっかくね、延岡のイメージソング歌をね、聞かせようと思う。なんでそっち行くかね。ということで、スパッと切ればいいのもここで早速、はい、今からですね、のんのんちゃんの、ね、はい、CD、を聴いていただこうと思います。はい、いいですか、はい、ね、はい、ではブギウギタウン延岡聴いてください。でしょうか、ブギウギタウン延岡、軽快な感じで、ありがとうございます。感じやしね、大人やね、大人
感じですね。本当だね。はい、ブギウギ。昔のブギウギっていう感じで、ね、なんか作られた方が昔の笠木静子さんですかね。東京ブギウギ用タワーで、はい、その方の歌のイメージで、はい、で、リバイバルっぽく、なんか、ああいう曲調が好きで、金子さんでしょ、はい、金子博則先生です。はい、ねえ、もう、いや、僕もリスペクトしてる人なんですけどね、すごい方ですよね。うん、入手したっていう昔ね、そう、ちょっと僕もご一緒したことがあって、奈々ちゃんと一緒に、はい、お風呂に入ったことがあります。そうそう、一緒に入ったことがあります。それはありですか？それはありですか？もうありなんですよ。あり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 。金子さん。金子さんもね、結構喜んでくれて、うん、いつもなんかしーちゃんと奈々ちゃんが延岡によく、ね、はい、金子さんとお友達で来た時には一緒に焼肉パーティーとか、ね、はい、いいですね、またしたいですね。あ、バーベキュー楽しかったですね。バーベキューって言ってね、バーベキューやるからって言ったらね、うん、あの電気をずっとつないでください外でやってんだけど、その駐車場みたいな、ね、家のね、うんうん、で、あのコードをずっと伸ばしてきてて、で、あのホットプレートホットプレートで焼いてた。バーベキューって言わないよ。バーベキューって言わないよって。で、僕が、ね、あの慌ててこう、あの、ね、炭をちゃんとバーベキューのコンロを買いに行って、うん、でこれ置いとくからここで使っていいかって言って、ね、ホームセンター行った。ホームセンター行った。奈々ちゃんのプレゼントで今でもあるんで。やっぱね、炭じゃないとね、バーベキューはね。そうですね、あの七輪も持ってくるんです。昨日佐世保の牡蠣を買って食べたのよ、うん、でもね、フライパンで焼いたから今言っちゃったね、あの圧力でね、したんでね、もうまあほら、もう外で焼ける状態でね、もう寒いしね、だけど牡蠣焼き やりたいね、うん、あ、そうだ、由美子さんからねメールが来てます。はい、由美ちゃん久しぶり、1週間ぶり、ぶりぶり、私がちょっとね、昨日28日あったの。あ、そうなの。はい、メッセージです。はい、こんにちは、クロスロードさん。噛むなって。クロスロードさん、フェアリーのメイちゃん、リナちゃん、はい、そしてゲストさん、のりこちゃんですね、今日は一緒に楽しませていただきますね、はい、よろしくお願いします。待っててくださいね、ゆみこちゃん、この続きのメールも後でください。よろしくお願いします。怪しくない知ってる人ですか。よろしくお願いします。はい、ということで、のりこちゃんは、はい、あ、のりこちゃん、のんのんちゃん、のんのんちゃん、のんのんちゃん、芸名の芸名じゃなくてアーティスト名、アーティスト名、のんのんちゃんね、はい、のんのんちゃん、なんか言いにくいな、のんのんちゃんは、はい、音楽に目覚めたのはいつぐらい。そうですね、以前ちょっと宮崎交通のバスガイドをしていたことがあって、その時にいろんな歌を歌いましたね。まあまあ、それそうですよね、はい、バスガイドさんね、詩吟記詩吟歌とかいろいろな歌をバスの中で歌ってたので、ちょっとこう歌を歌いたいなと思って、うん、それでバンドを組んで、ロックバンドを結成してました。それが何年ぐらい前。これもだいぶ何十年も前の話なんですけど、あんまり 年代は言わない、ね、ああいうと年齢が僕の誘導尋問によく引っかかりそうやね、もうね、すぐ引っかかるよ。ね、俺はもう年齢引き出すの得意やからね。あとで個人的に教えて。個人的に教えて。じゃあ年齢不詳ということで。年齢不詳。はい。いや、不詳ですよね、皆さん、年齢不詳。アーティストの方はね。そうそうそう。で、好きな食べ物は好きな食べ物は、焼肉とかですね。焼肉、はい、大好きです。もう。いいですね。宮崎牛は美味しいもんね。宮崎牛美味しいです。楽しみやな。宮崎牛だ。俺飲めんか行こうと思ってさ、宮崎牛どこで食べれるんかなと思って楽しみにやな。ぜひ来てください。美味しいですよ、宮崎牛。クロスロードフェアリーシスターズツアーやりましょうか。あ、いいですね。飲めようかね。飲めようかね。かね、あ、行きますよ、飲めようか。さん、来てください、飲めようかに。あれに乗ってんですよ、奈良ちゃんの目が手に当たる。うん、あの、海の幸も、山の幸も、ね、全部美味しいので。いいね、うん、そうですよね、いいですよね。はい、楽しみ、金子さんを誘って、ワクワクツアーね、来年ツアーツアー、じゃあ宮崎にちょっと、あ、
やっとぜひぜひお越しください。ライブライブでみんなでライブで、はい、ライブと焼肉 お笑いで焼肉大丈夫ですか？お笑いですけど、お笑いも大関係です。全然大丈夫、大丈夫、楽しいです。もう、よかった、大関係ですよね。大関係です。楽しい、濃いですよ、ずっと言ったら濃い濃い濃いでしょ。そんなことないですよ、そんなことない、ね、そんなことないですよ、みんな優しいの本当に、みんな優しい。そう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 今度ね、メッセージがね、ジャンジャン来てるんで読みますね。はい、ラジオネームまさみんさんから、まさみんさん、ありがとうございます。ご無沙汰です。こんにちは、まさみんです。今年最後の放送、豪華ゲストですね。でしょ、豪華ゲストなんですよ。まさみさん、いつも聞いてくださって。もういつも聞いてくれてる。すごい。はい、継続、続きのメッセージ、由美子さんからね。はい、由美子さん。はい。私は今、大分にうどん好きを取りに向かっております。うどん好きを取りに向かっております。なんかすごい。博士うどんって言ったかな、すごいなんか、すごい、あの、美味しいらしいんですよ。有名なうどんがあるらしくて、それを取りに行ってる。取りに行ったの、そう、何人か分か注文しといて、取りに行く。私、受注生産みたいな感じ。受注生産すげえ。持ってきてくれるっていう。明日に持ってきてくれるんですね。あ、そうなの、うん、すごい。あったね、お正月そうそうね。そして、まさみんさんから続いて、はい、こんにちは、まさみんです。これがもう当たり前でね、こんにちは、まさみんです。お笑い芸人大集合してますねって、いや2人だけですって。俺らは芸人じゃないよ。ちょっとね、芸人違うんですよ。いやいや、同じ匂いがする。匂いがもう一緒、でもまさみんさんの匂いがする。同じ匂いがする。だってウィンディさんもね、同じ匂いが、あそこも ね同じ匂いが。ウィンさんマスターね、面白いですもんね。あ、マスター面白いですよね。もう最高です。ラジオ出てもらったんですよ。この間ね。もうね、僕喋らせてもらえない。うん、まあその時ね、あの人も一緒だった。ニセタツも。ああ。もう喋る日がないわ。この二人がもういたらね、もう俺喋れんの。ニセタツさんね、もう口が勝手に言ってるって自分でも言ってますから、ね。自分の頭は考えてない。考えてない。口が勝手に言ってますから。もう最後はマスクしてもらおうかなと思った。すごかったね。すごかった。ドレミファドンで話喋れなかったよね。バツ印がついたマスクね、まあ。ちょっと懐かしすぎんじゃないですかね。スーパーイントロドン。ドンって書いてあるからね、面白かった。確かに面白かった。いやいやいやね、うどん、笑い芸人大好き。そばあり、あ、そばなのか。今日来るときにさ、しーちゃんがさ、お笑い芸人って言ってた。笑い芸人それ芸人って芸人って怪しいやろかそれ。何のこと言ってんのかな。ちゃん、いやいや、だからあれで、江戸っ子が、ね、外人を呼ぶとか、そうそう、外人を呼ぶとき芸人、芸人はね、芸人ね、芸人、そうなんだ、知らなかった。いやいや、提案で言う世界やな、まあ、提案で言う世界、芸人なんかよみたいな。芸人でいい今言わよ、銭形か、今言わよ、あ、銭形さんね、もうやめろ、もう拾ってしまう、あ、そうね、へいちゃんということで、一回 CM を挟んでまたお話しします。あ、切れてるよ。はい、盛り上がっております。いや、喋りすぎてましたね。そうよ、あのね、さっきのあのブギウギタウン延岡、はい、そう、はい、これあの作曲、ほら金子さんって言ってたんだけど、作詞の人の名前を聞いてないんだよね。はい、そう、うん、作詞は畑節夫先生が作っていただきました。畑節夫先生、はい、畑さんです。畑さん、はい、あの畑ですよね。なんだよそれ。あのほら、あのドラえもんの曲を作ったあの人と同じ畑だもんね、名前がね。ですね、うん。同じ人じゃないでしょ。同じ人じゃないよ。あ、その人も畑さんなんで、ね、めいちゃん喜んでんの、あんた。あ、すごく、このラジオ局に来るまでに一生懸命宣伝をしてくださいって言われてですね。それ言わなくて今いいかもしれないけど。え、どんな漢字書くんですか、畑って。はい、あと畑元博の畑と同じですね。だからそう言ったじゃん、ドラえもんの曲のって。ドラえもんの曲、そうだそうです、ね、ドラえもんの曲作った人も、どうしてっていう歌があるじゃん、どうして、あれが確か、うん、知らないの。知らない。おっさん。いいね、その日。タラララタロー。タラララタロー。タケコプター。
信じられんね、この人。せっかくあのその作詞の人の名前言ったらもう飛んじゃったじゃん、もう。もう一回。畑瀬蔵先生です。畑瀬蔵先生、先生がついてます。先生です。学校の先生かもしれない。やめろちょっと、いや、着手しとってホチキスでもいいよ。ヒッチハッチで。コーラスが西司さんって言って、あの音楽家の方です。有名な方なんですけど、あの和歌山出身で。今は延岡にいらっしゃる。今は和歌山に、あの、あ、すみません、東京の方にいらっしゃって、はい、それであのフェイスブックでお友達になっちゃってですね、はい、それであのコーラスをちょっとわざわざ入れてくれに来てくれたわけです。あの向こうで CD を送って、ああ、そっか、向こうで入れてくれてるんですね。入れてくれました。はい、すごいですね。ミックスダウンしたんで、素晴らしい方に、いいですね、ご縁があって、いいな、光栄です。本当に嬉しかったです。ああ、いいな、羨ましい、羨ましいね、羨ましいですね。はい、メッセージ、はい、メッセージ届いてます。どんどん来てます。ラジオネーム、さっちゃん。さっちゃん、ありがとう。どうも、クロスロードの企画宣伝部長こと小獣とのさっちゃんです。なんでそういう見方になるの。間違えんように、はい、いつも以上に騒がしいですやん。まあね、まあね、騒がしいよ。スタジオについて行って噂のフェアリーのお二人に会いたかったのに。さっちゃん、仕事がさばけない私は企画書と台本作りのため福岡でお留守番です。はい、ごめんね、ありがとうね。仕事なんで、ね、奈良崎晩松、はい、年明け早々忙しくしてあげますので覚悟しといてください。はい、はい、もう待ってますよ、ずっと。ロンノさん、はい、遠いところからのご出演お疲れ様です。ありがとうございます。唾ちゃんと飛ばしてる。スタジオにいるおしゃべりモンスター負けないように喋ってくださいね。おしゃべりモンスターになってるぞ。妖怪じゃないよ、妖精だよ。妖精だよ、フェアリーだから。はい、いいよ、そんぐらいで。みのりさん、業務連絡、また業務連絡、小獣ともツアーに連れてけ。留守番とかだったら仕事放棄するぞ。あ、今日のゲストさんの写真撮っといてくださいね。ただそれだけです。ね、いつもね、はい、まさみんさん、こんにちは、まさみんです。トークめっちゃ面白いです。ホッシーさん来たぞ。ホッシーさん、ありがとうございます。クロスロードの皆さん、フェアリーシスターズさん、のりこさん、はい、こんにちは。こんにちは。一人忘年会を継続中ののんべいのホッシーです。もう完全にのんべいになっちゃいましたね、ホッシーさん。今日は大晦日にふさわしく賑やかですね。そうなんですよ、はい、今年はライブ三昧の年になりましたが、クロスロードの皆さん、フェアリーシスターズのお二人にもお会いできてよかったです。はい、本当にありがとうございます。これからもいろいろなライブに参戦したいと思います。はい、一日二兆白い奇跡、新年は今年以上によろしくお願いします。よろしくお願いします。ラジオネーム、はい、サラです。サラさん、ありがとうございます。今日はね、年越しそばを放送終わって仕込むの。あ、そうなんですね。そば打つのかな。 FS は今夜はカウントダウンライブでしょ。ごちそうしたいけど、はい、今里の方に行きます。ゆみちゃんみたいに大分へ行くほど行動力ないわ。つうか、そっちは佐世保だよね。バーガー食べたい。私が食べると釜揚げバーガー。ははは、みたいな。さすが。バーガー。美味しい、美味しい。釜揚げバーガーと来たか。釜揚げバーガーと何だろう。ハンバーガーと、牧野うどんのコラボみたいな感じで。ね、どうやって作るんでしょうね。あまり名前言ったらいいかな。怒られそうや。本当にもう釜揚げバーガーなんでそこ行くかね。釜揚げね、はい、バーガーを釜の中に入れて、早速もうね、おしゃべり長すぎてね、フェアリーに一曲歌っていただきましょう。フェアリーに、今日はね、ギターで入ってくださる、はい、今日はね、そうすごいね、かっこよかった。かっこいいんですよね。じゃあ、俺一音だけピンピンって入れるから入れてください。入れてください。私ほとんど聞かなくてよ。どっちが先？素敵なフレーズが先で。素敵なフレーズね。どんなフレーズやん。これあの素敵なフレーズ。分かった分かった。あのフレーズって、あの一応北九州のね、あの三号線っていうのと、はい、関門橋っていう歌詞が出てくるんです。はいはいはい。はい、出てくる。そうなんです。ご当地ソングです。先ほどね、あののんのんさんが、はい、
延岡のね、はい、なんっけあのブギウギですよ、延岡、はい、これはあの、北九州の、なんだこれ、ラテン系、ギターが入ってくださったら、うん、ラテン系になってました。すごいんですよ。スペインのね、スペインの香りがプンプンした。うん、なんかすごい、かっこよかった。ナナちゃんスペイン人やもん。あ、そうなの。あ、そういう感じあるね。うん。わお。スペイン語喋ろうと思ったけど全然覚えてない。エスパニーヨ。エスパニーヨ。エスパニーヨ。それでは行きましょう。はい。はい、ワン、ツー、ワン、ツー、シー、フォー。素敵なフレーズをメロディーに乗せて、ハンドルは東へ、レッツゴーナた風を受けてさ、贅沢な生活をしよう、イメージは口右に行くか左に行くか、止まるかの選択は毎日続く、自分を人も生きる、知らないうちにそうなってるよ、素敵なフレーズをメロディーに乗せて、ハンドルは東へ、Let's go now、思い切り使える時間を贅沢という、右を向くか左を向くか、楽しんで幸せをつかみに行こう、自分を生かせば人も知らないうちにそうなってるよ、素敵なフレーズをメロディーに乗せて、ハンドルは東へ、Let's go now、はい、いかがだったでしょうか。はい、どうもありがとうございました。ね、ついていけなかったですよ。いや、とんでもないです。ありがとうございます。まあ、即興だからね、カッティングがね、うん、かっこよかった。カッティングがね、曲がなんかすごい全然、うん、全然違う、クオリティがね、格調高くなったね。ほう、持ち上げるだけ持ち上げてね、大変ですよ。ありがとうございます、ほんとね、ホタテが木に登るってやつ。いや、もう素晴らしい。褒め殺しとかね、そんなことないですよ。褒めで育つからね。そうそう、みんな一緒だよ。みんな褒められたら育ちます。共演ですよ、クロスロード共演。共演、素敵な怖い演、夢の共演。それ共演。みーちゃんは共演、その怖い共演かもしれない。ね、今日っていう字、漢字、うん、漢字ね。なんだよ、どこに持っていく、どこ持っていくんだよ。今日っていう感じがね、怖いってやつだろうね。みーちゃんはね、そう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 、まあ、今日にもいろいろあるからね。あ、今年の漢字って何だったの。何、ほら、一時、うん、一時はね、中を、ね、お寺の坊さん、あ、北だ、北、うん、方角の北、おお、北九州の北か。そう、あ、まあまあ、北、そうなんだ、北ーってやつね。そうそう、やめよう、や
ね、まさみんさん、はい、こんにちは、まさみんです。はい、延べふかって旭化成ですよね。あと知らないです。おすごいご存知ですね。の旭化成はね、はい、有名だけどね。そうですね、有名ですね、うん。続いてまさみんさんから、はい、フェアリーシスターズの曲ってあの有名な方が作詞した曲ですよね。そうそうそうです、はい、これあれです、高田新さんが作詞。高田新さん、はい、あそうなの。はい、あ前聞いたかもしれないけど忘れてた、うん、そういえば聞いてた。素晴らしい方です、うん、はい、続きまして、はいはい、あ博多思い出通りさんですよ、はい、詳しい南区在住博多思い出通りさんね。今日神々やな、うん、いいのいいのもうクロスロードの皆さん、フェアリーシスターズさん、こんにちは。こんにちは。そしてとっても穏やかで可愛い雰囲気ののりこさん、はじめまして。はじめまして。なんかすごい清涼剤、清涼剤ね。スタジオからのすごいパワー感じていますよ。あーどうもありがとうございます。フェアリーシスターズさんのお二人には、はい、24日のダンシティで初めて遭遇しました。遭遇しました。驚きました。一つの歌の途中でコントが始まり、また歌に戻るあの流れは私の笑いのツボに入りました。ありがとうございます。えどっちも女性って独り言を言ってしまいました。笑い。また後半もメッセージ送りますという。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、たびたびのサラさんからね。サラさん、ありがとうございます。延岡からご苦労様です。あ、お疲れ様です。素敵なお声ですね。あ、ありがとうございます。大昔。どれぐらい大昔なんだろうね。延岡から小倉経由で博多往復してました。10号線にはお世話になったので、なったの。でも、でじゃない。でも、まっすぐ北上してるから運転席に日が当たって暑くて顔半分日焼けしたりして、もう一度あの曲名教えてくださいませ。どの曲名、あさっきのね、はい、ブギウギタウン、ブギウギタウン延岡です。ね、はい、素敵な曲でした。ありがとうございます。この CD って、はい、あのどこで買えるんですか。延岡市の、タッタレコードさんと、うん、沢渡楽器さんと、うん、はい、楽器店さんですね。はい、延岡だけでした。Facebook でコメントをいただくと、注文できる、はい、注文できますので、ね、CD を郵送させていただくことになります。ご当地ソングだからさ、行かないと買えないのかなと思って、うん、ね、みんなに来てねっていう意味で、これ欲しい人がみんな集まるっていう、そういう CD かなと思って、ちょっとね、いいよ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 、ネットで買える、ネットで買います、あ、ネットで、はい、Facebook でここに置きますね。置いても見えません。はい、置きます。上陸しましたので、長崎がやっと、ちょっと宣伝しまくりましょう。ね、そうそう、今日フェイスブックでお友達が、ありがとうございます、はいはい。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ここに置いておきます。いいけど、メッセージ、ゆみこさん。はい、ゆみちゃん。ゆみちゃん。いい歌ですね。今度 CD 出すとのことなので、第一号で。お願いし、いたします。はい。さっきの素敵なフレーズ、はい、はい。素敵なフレーズ。来年ちょっと、12曲ぐらいオリジナルができたので。12曲入れるの？はい。だから、ちょっと、精力的に音楽活動をね、はい、来年は、していくっていうかですね、そういうのも。で、芸人活動。芸人を。はい、芸人活動。ピアンディ、芸人でいい。をやっていこうかなと思ってます。はい。はい。いい感じですね。そうね。では一回 CM を挟んで曲をかけたいと思います。はい、はい、CM。クールチョイスイベントインフォメーション。近年、地球の温暖化による異常気象、アメリカのパリ協定離脱などが報道されており、子どもたちにも環境問題に対する関心が徐々に広がってきています。そこで、佐世保市環境保全課では、市内の小学生を対象にクールチョイス、地球温暖化防止イラストコンクールというテーマでイラストや標語メッセージを公募したところ、250もの作品が寄せられ、審査の結果18作品が入賞されました。いずれも明るく親しみの持てる作品ばかりで、バス部門の優秀作品はシエイバスとサイバスのボディに大きくラッピングされ、運行中です。電車部門の優秀作品は、
松浦鉄道の車体にラッピングされ、いずれも温暖化防止クールチョイス運動の広がりに一役買っています。皆さん、市内を走るバスと電車に注目してくださいね。12月18日から年をまたいで1月8日までは、島の瀬美術館で応募作品の展示も開催されています。親子で子供たちの作品をご覧いただき、親子でクールチョイス地球温暖化防止をテーマに話をしてみてくださいね。以上、クールチョイスイベントインフォメーションでした。ということで、はい、はい、やっぱ神々やな、神々やな、難しいね、読むのはね、難しい、読書家になりたい、読書家、読者じゃないんだ、まあいいや、ナレーション、ナレーター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 いいですね、そうですね、奈良崎さんはツッコミ役、素晴らしい、うん、すごい、大概いじめられてるんですよ僕。もうそういじめてないよ僕。はい、ということで、はい、早速1時間目のラストの方でね、もう1時間目は、はい、もう48分ですよ。はい、という前ね、でのんちゃんの曲を、のんのちゃんの曲をね、はい、かけたいと思います。ジャズメイテってかっこいいな。ジャズメイテというか、ちょっと簡単に、うん。うん、曲の紹介を、はい、はい、ジャズメイテですね、うん、はい、何ドギマギしてるんですか、何ドギマギしてるんですか、これはですね、作詞の畑哲夫先生が、うん、はい、先ほどね、作った中で、うん、一番出来が良かったなと一番出来が良かった、どんな言い方でさっきのもそうなんですよ、感動されて、うん、はい、これをぜひCD に入れて、うん、はい、皆さんに聞いていただくといいということで、なんかちょっとこう私の歌のイメージが今まで明るくて元気いっぱいだったんですけど、うん、これはちょっと色気たっぷり、色気たっぷりなんだ、聞きたい、あ、パッケージのこのね、はい、CD のパッケージの雰囲気も色気たっぷりやもんね、本当ですか、ありがとうございます、じゃあブギウタの延岡の色気ありますかね、まあ、はい、カップリングの曲なんですね、はいはい、カップリングの曲で2曲入ってるから、うん、はい、これを2曲入れて、通信カラオケの方にもちょっとこと、来年すごいな、入る予定となっています、はい、ジャズメイテ、ちょっと落ち着いた女性の歌なので、はい、はい、声がちょっとブギウタウンの曲とは全然違った印象なので、うん、はい、ぜひジャズチックに、うん、はい、ね、リスナーの皆さん、のんのちゃんがちょっとこう笑い混じりながら喋ってますけど、照れて笑ってますのでね、誤解しないように照れてるんだ、照れてる、恥ずかしいよね、何泣いてんだ、何泣いてんだよ、おかしすぎてな、面白い皆さんが いてすごく楽しくて笑いのツボにちょっと入ってしまう、何もしてないですよ今私聞いてる人なんか私を疑ってるでしょうけど、何もしてないですから、ね、楽しすぎても、はい、楽しすぎて、もうこの雰囲気が大好きになりました、ね、ということで ね時間もあんまりないので早速かけましょう、はい、はい、ジャズメイテ聞いてください。Yeah.
いかがだったでしょうか、ジャズメイテ。いい曲だね。あー、おしゃれおしゃれ。おしゃれやし、色気ね。もうエロエロやね。エロエロじゃないわ。エロエロじゃないわ。いい感じの色気ですね。そうそうそう。エロエロじゃないわ。いやーね、こう聞いてる人たちみんな萌え萌えだったと思います。萌え萌え。萌え萌えですか、萌え萌え。だんだんそっちの方向に行きようなぁ、なんかね。本当に。もうさっきからね、CM 中ね、もう盛り上がっちゃってね。もう涙が出るわ、鼻水出るわ、大変ですよ、今日はね。メッセージ読みますね。はい、マロの飼い主さん。マロの飼い主さん。はい、こんにちは。マロね、マロなんですよ。クロスロードの皆さん、ゲストさん。年の瀬に買い出しに走りながら笑ってます。あ、そこありがとう。おかしな人と思われてるかも。周りの人にね。そうだね。今年は奈良さんにつながって10代の頃に戻ってウキウキできました。ありがとうね。そしてハッピー FM のファンになっちゃいました。ありがとうございます。来年はぜひクロスロードに会いに行きます。ぜひ来てください。良いお年をお迎えくださいということで、マロの管理さん、あ、もうやっとわかった。あのね、もうちょこちょこメッセージいただいたんだけど、なんかね、憧れのあの先輩のミュージシャン、音楽やってる方とつながってっていうのは聞いてたんだけど、まさかそれが奈良ちゃんとは僕は思わなかったから、誰だろうと思って。憧れの、そう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 、すごい憧れの、俺じゃなかった、俺じゃなかった、違う、当たり前、いや当たり前ですけど、何をね、ちょっとね、ブイブイ言わせそうで、してたそうだから、はい、あとマサミンさんから、こんにちは、マサミンです。素敵な曲を聴きながらランチタイムしています。はい、ありがとうございます。たびたびのサラさんから、ジャズメイテもなかなか素敵ね。ありがとうございます。のんちんは、のんちん、のんちんは博多へお越しにならないの。ところでめいちゃんは怖くないからね、少し変なだけです。はい、はい、ということで、はい、楽しい方です。はい、まあ遠慮してね、大好きになりました。はい、ね、1時間目が妄想そろそろ終わる、ね、キンコンカンコン、はい、ということで、時報を挟んで、はい、また第2部を始めたいと思います、はいはい、では、はい、CM。
はい、時刻は1時を回りました、はい、早いですね、もうね、早いですね、あっという間の1時間ね、はい、もうさっきのはジャズメイテもね、もうおしゃれでね、とろっとしてしまいますけどね、マヨネーズみたいになりました、マヨネーズ、とろとろになりすぎてますね、そう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 、マヨネーズ大好きなのよ、私もマヨラーです、マヨラーなんよ、あ、私もマヨラーです、もうね、何にでもかける、私も何にもかける、で、それに唐辛子をかけるともうより一層もうね、思考が合いますね、まず、いいね、もうスパゲッティにでもかけるから、焼きそば、焼きそば最高やね、なんでそんな話になるの、美味しそう、美味しそう、大好きです、お腹空いてね、ちょうどね、もうね、1時だからね、お腹空いてきた、今日はね、もう本当にね、こういうメンバーにお越しいただいて、ね、1時間過ごしてまいりましたけども、まだ1時間ありますよ。ありますよ。まだ喋り足りないやろ。ね、喋り足りない。もうめいちゃんがおとなしいもんね、今日はね。いや、ちょっとね、ねほら、他の人が喋る時間をね、しないといけないじゃない。だから、今ね、我慢してたのよ。我慢してた。もうね、マイネネズのとこなんかね、キューピーのこと言いたいなと思って、キューピー、もう中学の時のね、美術の先生がキューピーみたいな顔してたのよ、もうそれを思い出して、マイネーズって言ったらもう美術の先生のキューピー、美術の先生のキューピー、キューピーなんですよ、頭の涙流して笑ってる、さっきからのんちゃんでもキューピーに似てる人って多いんですよね、おるおるおる、どこの学校にもいるわね、頭がね、だいたいね、どこにもキューピーってあだ名の人いるじゃないね、ぽやぽやっとこうおでこのところにちょっとだけ毛がある先生とかね、うん、ああ、いますね、います、います、います、意外と言ってます、学校にいます、意外と、ねえ、ね、でもちょっとそこまでは言わない、そこまでは、それ以上のこと言ってる、人をそういう風に言わない、俺を落とし入れた、ねえ、そんなことね、大体こういう傾向にありますよ、ね、自分言ってて人を落とし入れるっていう傾向がよく遭遇します、遭遇します、よく見ますな、見ます、早速ですけどね、はいはい、フェアリーの曲をね、はい、あ、そうだ、あ、はい、映像をね、それから奈良崎さん一緒に入ってくださる、今度もかっちょええカッティングで、うん、カッティングが入ってくれるから、ね、かっこよかった、ね、もうあれですよ、今度からね、一級カッティング技師という称号を与える、ね、すごい、すごい資格ですよ、もう国家試験ですかね、国家資格、ね、素晴らしい、またどんどん上げてくる、頼むから、この曲はフェアリーランドという曲、これ最初にできた曲、あ、違うか、2番目にできた曲だ、フェアリーシスターのフェアリー、はい、うん、フェアリーランドっていう曲、フェアリーは妖精って、妖精の国、うん、妖精、まあ、妖怪の国じゃないですよ、妖精です、妖精よね、妖精じゃないよ、妖精さん、かわいい、妖精、いや、妖怪、妖怪だよ、妖怪違う、間違えた、これいい、ラジオだから見えないけど、ものすごくかわいい顔とかするんですよ、絶対もう女性のね、顔、うん、ね、めいちゃん、かわいい、かわいい、かわいい妖怪よね、妖精、あ、妖精、はい、あ、ごめんごめん、もう線とかがもうついつい間違えてしまうよね、もうね、目を潤ませるしね、ほんとめいちゃん男ね、タイプの人の方では目を潤ませるんですよ、潤ませるとね、まあ相手が凍ってしまうとね、意思になるのね、もうね、涙目よね、そうそうそう、なってるんですよ、びっくりします、この前クリスマスライブの時も一人もう石像になってた人がいました、いらっしゃいました、私クラシマスは自分にね、リボンかけて回ってるからね、うん、まあ、自分をプレゼントしてる、そう、自分をプレゼント、うん、どっかで当たるみたいな、誰か持って帰ってくれる、ね、宝くじか万に一つのね、当たりが出るときに気まぐれな人がいるからね、はい、はい、めいちゃんコーラス入れてね、ちゃんと、はい、これは明日に向かい、人との絡みに揺さぶられ、蝶々のようにひらひらと舞う私たち妖精、つまみけば変われるの、生き語り思いを乗せて、フェアリーランド、私たち妖精、つぼみでも魔法の歌は幸せを運ぶ。
浄化する死んだ場所をキラキラ光る私たち妖精かねれば飛び立つの溢れ出すエネルギーフェアリーフェアリーランド私たち妖精息遣い波動を響かせ幸せを運ぶ聞き語り思いを乗せてフェアリーランド私たち妖精つぼみでも魔法の歌は幸せを運ぶの歴史を守り続ける三河千秋その応援歌がここに白い奇跡絶賛発売中鉄道はエネルギー消費効率が良く環境への負担が少ない乗り物です JR 九州では地球温暖化の原因となる CO2 の排出量削減に向けて省エネ型車両の導入を進めています。JR 九州は九州の恵まれた自然を未来に引き継ぐため、CO2 削減に努めてまいります。あなたも JR 九州を利用してクールチョイスに貢献しましょう。ねえ、食事行か？あ、いいですね。どこ行きますか？すっごいおしゃれなお店。小さといたっかろう？それがコースで1980円。美味しくて幸せ気分よ。あ、そういってインターナショナルカフェ？あったり。じゃあ行こう。ちーさんこっちになります。なんでよ。セレブ。いや、割り食いだろ。廃車が巨大化して街を襲ってる。お前の車もめちゃくちゃにしてやる。助けて、廃車ドットコム。ほう。どんなめちゃくちゃな車でも価値はゼロではない。面白い。すごい価格。どんな廃車、事故車、中古車にも未来はある。だから0120-814-565廃車 .com パーツラインへ。指のマークでおなじみの指山建築ファクトリー、クリック。いかがだったでしょうか。はい、ありがとうございました。すみません。フェアリーランドという曲でございます。はい、僕とまっちゃんがね、一小節ずれ込んでしまった。いやでもね、もう正直なこと言うと嬉しい。わかりませんでした。あんまりわかんなかった、ね。エンディング行くぞって思った瞬間に終わってた。チャカチャチャカチャ。不完全燃焼ね。はい。もう一回やろ。もう一回やろ。いや本当にね本当に盛り上がって素晴らしい、はい、メッセージ、はい、マサミンさんからね来てるんですけど、はい、こんにちはマサミンですこんにちは今日の放送あと3時間ほど延長してめっちゃ面白いですっていうねありがとうございます嬉しいね、そのまま、マサミンさんからフェアリーランドですね、はい、鼻歌で歌ってますわありがとうございます素晴らしいありがとうございますおラジオネーム口笛振動です振動さんからありがとう振動さん、はいもうね、知ってるよね新藤さん新藤さんあ、知らないね知らないあ、そうか新藤さんのね、もう世界的な世界6位になったから、ね、あすごいそうそうそうなんか口笛の人そう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 あ、あったことあるんですかダンシティだったからねダンシティありましたありました、今福岡にいないんだよねまあ、まあ、里帰りされてると思うんですけど、ね、多分ねダザフ天満宮からメールさせて、うん、こんにちはお久しぶりですはいお久しぶりですお久しぶりです相変わらず帰省時に思い出したようですいません確か昨年は1月1日
太宰府天満宮からメールさせていただきました。はい、今太宰府市の実家です。あ、そこまでいらっしゃるんですね。そうそうそう、ご活躍本当に素晴らしいといつも感嘆しております。ちゃんと言うんや、感動かなとは。簡単、ね、簡単です、はい、そして私も頑張らなければと、刺激を受けています。あ、もう本当に申し訳ない。4月7日は、はい、ダンシティ10周年にピアニストと出演させていただくことになっています。あ、そうかそうか、あ、そうだ、ね、10周年ですからね。でも僕らもね、うん、もうクロスオード OK なんでしょ。違うの。あ、そっか、土曜日だ。土曜日だから無理だよ、ね、だから奈良ちゃんがいない状態で出ないかもね。そうね、クロスロスでね。え、まあまあここで決めるわけにもいかんけど、まあ、はい、あの誰か出ます。はい、4月7日ダンシティ10周年にピアニストと出演させていただくと、昨日は13時から、はい、ね、17時まで東区の AI スタジオでピアノとの打ち合わせをやってきました。もしお会いできれば嬉しいです、はい、こちらもね、ぜひ会いたいですね。土曜日だから奈良ちゃんウィンディーだもんね。ウィンディーだもんね。ウィンディーが終わった後はみんなもう終わっちゃってるかもしれない。そうそう、誰もいない。もしあれやったらウィンディーの前にちょろっと来ようかな。そう、ね、ま、そうだね、うん、早い時間にちょっと ね土曜日はね8時15分からなんだよね。30分早いんだもんね。ああ、だからね余計きついんだよね。そうそうそう、今回はね、一木さんとか、うん、もうあの多分、ね、F マインドの石木さんとかで、うんうん、出られるようになってるから、うん、ね、ヨロピックです。すごいいいライブになると思いますよ。うんうん、はい、まあ、石木さん佐世保のことね。そうそう、佐世保出身なんですよ。地元出身なんでね、うん、石木さんもね。今度ね、あの、うん、ぜひよろしくって、この間、うん、ついあの、うん、この間のメールでやり取りしてます、ね、僕もあのメッセージでぜひぜひっていう、うん、お願いをしてるところで、ゆめこさんから、はい、おいちゃん、ゲストさんごめんなさい、名前まだわからないので、のんのんです。のんのんちゃん、のんのんです、のんのんです、の歌声素敵でした。あ、ね、ありがとうございます。後半も楽しみ、めいちゃんがおとなしいね。めいちゃん、あのちょっと今ね、今ちょっと黙ってるのね。ラジオ向けに、ラジオ向けに、ラジオ向けに、ラジオ向け喋らないとなる。もうこう一つ一言一言頭の中で考えながら出さないと、あのね、ネットの時はもうブッと出てる、出てしまうから、思ったことをすぐパンとね、口から言うとね、今日はちょっと一回飲み込んでます。はい、やってるからね、はい、元気だよゆみちゃん。そうだよゆみちゃん、もううどん好き、もう取ってきたかな。あ、もう取ってきたかな。ロシア人かな。ロシア人かな。違うやろ。ドンスキー、ドンスキー。ドンスキー。ドンスキー。ドンスキーね。ドスとよくドツドツクと痛いドスキー。なんかそのほら、奈良ちゃんが持ってるベースもなんか ロシアみたいな名前だよね。え？なんとかスキー。サドウスキーね。サドウ。これ有名らしくて、何人か持ってる人こう聞いたんだけど、やっぱりね、みんなね。ベース見せてって言われるらしい。あ、そのベースちょっと弾かしてとか触らしてとかっていうぐらい、すごいベース、うん、ミュージシャンよりギターかいみたいなね、ミュージシャンにとってはね、ちょっとね、うん、それぐらい、ね、サドウスキーね、いやでも本当いいよ、すごい、すごいね、すごい、俺ロシア人の名前かと思ってたもん、俺も最初、スキー作ったのはロシアの人ですかみたいなね、ね、なんとかチョフとかね。なんとかチョフっていうギター欲しいね。ね。た、ね、だ買うわ。パンチョフ。パンチョフ。それはないやろね。何それ。この間来た人ドスキビチョウナゴスキーって言った。結局知らない。いやいや知らないんだよ。ここまで叶えてきたのに。もうあの限界の糸が切れた。いやいや大丈夫です。これくらいで下ネタと言ったら、うん、いけません。あ、大丈夫なんです。俺とめいちゃん相当我慢してんだからね、うん、ずっとね。松山さんもなんか我慢してる感じです。俺我慢してる今日おとなしい、おとなしい、今日おとなしい。いや周りうるさいからね、あんまりタコ糸切れてないもんね。大丈夫。ちょっとね、あのクレモナの紐に変えたんで。クレモナ、あんまり切れないんだね。切れにくいっていう、船を縛るロープね。ずっと切れないですね。ずっと切れない。簡単には台風でも来ないことにはね。もういいから先行けって。それね、あのうどんで思い出したんだけど、うどん、はい、先日仕事に行って若松に行ったのよ。
若松にね。で若松に行って仕事して、でお昼ご飯食べたいなと思って行ったら、若松の人には申し訳ないんだけど、ほとんどシャッターが閉まってるんだよね、商店街で。そっか、ね、若松はだって閉まってるよ、ね、商店街って佐世保の四花町の、10分の1ぐらいしかない商店街で、でそこ行っては、若松の人いたらごめんね、怒らないんでね。で行ったらもうラーメン屋さんがさっきまで開いたのに、開いたから行こうって言ったら、ラーメン屋さんが準備中に変わってて、って言ってずっと路地入っていったら、蕎麦屋さんがあったのよ。で、入り口そんな大したことない蕎麦屋さんだなと思って、中入ったら、いっぱいお客さんいて、あの蕎麦屋さん。と思ったら、若松やぶ蕎麦。やぶ蕎麦。茶蕎麦。うん、そう。なんか有名らしいね。すごい有名。あそこはね、観光地だよ、観光地。そうだよね。バスが止まるもん、30台ぐらい。だってね、商店街誰もいないのに、そこだけいっぱいなのよ。そのところにちょっとした嘘を言わないのも、そのバスは止まってなかったよ、うん、でも隣にね、観光用の、ね、そうそうそう駐車場がちゃんとあって、すごかった、はい、あでもヤブソバ有名ですよ、有名、ね、しかもね、セット頼んだんだけど、うん、カツ丼と茶そばのセット、うん、茶そばの上にもとんかつが乗ってんのよ、両方カツ丼、カツ丼いいね、それ食べてみたい。大変やったですよ、もう北九州いろいろありますよ、豚骨ラーメンじゃなくてとんかつラーメンってありますからね。ああ、唐津にもあるよ、とんかつ乗ったら、うん、ラーメンね、ね、すごいよね、とんかつが、ラーメンの上にとんかつが、飯の話で盛り上がった、これいらんこと言ったほら、いらんこと話しするからね、ね、もう茶そば美味しかった、食べたじゃん、ね、若松行ったんだ、松山さん。いやいや、ま、2ヶ月に1回ずっと行ってんだよ、仕事で仕事でね、今回はね、ちょっとね、昼を挟んで行ったんで、昼過ぎからなんだけど、いつも仕事は、うん、昼を挟んでやった、ね、あれもそうね、河原そばも茶そばだよね、うん、そう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 、ね、美味しい茶そば、若松のその商店街の中にものすごいし中華屋さんがあったね、そういえば。いや、その中華屋さんに行ったんだけどさっきまで空いてたのに、世間話やめてくれ、あ、ごめんごめんいや、いや、若松の今完全に茶の湯話してたでしょ井戸端会議か誰だ井戸掘ったのは誰だ誰だ乗ってしまった、ということで一回 CM を挟んで、はい、曲いきたいと思います。では CM、 クールチョイスイベントインフォメーション。今環境問題は国民生活と切り離せない重要な課題となっております。環境省では国民に環境問題を理解してもらい、生活の中で実践していただく国民運動を繰り広げております。佐世保の旧都農小学校で活動している佐世保エコプラザでも、市民の方々に少しでも環境への意識を持ってもらうために様々な講座を開設しています。特に人気の講座がエコクッキング講座で、月に1回毎月第2土曜日に開講しています。この講座では3つの環境テーマ、水、ゴミ、エネルギーの各テーマに沿ったエコ料理を創作し、完成した料理を参加者で美味しくいただきます。初めての方でも気軽に楽しく参加できます。ぜひご参加ください。詳しくは佐世保エコプラザ 0956-25-0055 0956-25-0055 にお尋ねください。佐世保市民みんなで環境への意識を高め、クールチョイス、環境保護の賢い選択に貢献しましょう。以上、クールチョイスイベントインフォメーションでした。はい、ね、やっぱりね、クールチョイスはね、うん、今から考えていかないとね、やっぱり自分たちの子供の世代にね、うん、あまりにもひどい地球を残したくないからね、ね、料理もエコにつながるっていうのはね、やっぱり何、捨てるとこがないっていうじゃないですか、野菜一つにしても魚にしてもね、そういう努力をこうね、女性ばっかりじゃなくて男性も心がけて行くようにしていきたいもんですね。うん、僕大得意なんですよ、そういうの、うん。もう魚の骨から出汁を取ったり、魚の骨をこうすりつぶしてふりかけにしたりとかね。すごい、うん。実際できるんですよ、本当に簡単にね。だからすり鉢と棒があれば何でもできるというね。うん、それに味噌をあえて。
まあ、また食べ物の話になるかな、ほどほどにしとく、まあ、そういったエコも考えながら、ね、子供たちの未来のために残していきましょう。はい、はい、メッセージ、はい、てんてんさん、てんてんさん、どうもありがとうございます。てんてんさん、こんにちは。こんにちは。この前はお世話になりました。こちらこそ、こちらこそ、どうも。そういう時です。そんだけ、あ、佐々木さん来ましたよ。 GS 佐々木さん、大晦日の生放送、根性と努力と愛にあふれた皆さんのトークと歌声聞きながら年賀状を印刷していました。年賀状印刷ですか。今年は7月9日の感動ライブ、わあ、僕らありがとうございます、ね、かぶりつきで体験しました。あの空間はね、共有しました。私たちもありがとうございます。ありがとうございます。暑い日でしたが、クロスロードの皆さんの熱気が猛暑を呼んだのかもですね。わあ、嬉しいな。ありがとうございます。今年もさらにパワフルな活動を期待していますね。はい、ではでは。来年もさらに。ああ、そう、来年だ。今年って言っちゃった。もうちょっとしかね。もう来年も。もう俺読むよ。来年も。パーソナリティ。11日。もうあと数時間。ボロボロ。いや、今年も。来年もさらにパワフルな活動を期待しています。はい、はい、ではでは、良いお正月と充実した1年を来年もよろしくお願いいたします。上手じゃん。こら上手じゃん、読むの。福岡市南区在住、博多思い出通りさん、はい、どうもどうも、メッセージパート2、はい、パート2、ありがとうございます。メイさん、リナさん、はい、のりこかっこのんのんさん、そうです、はい、歌声素敵ですね。ありがとうございます。画面に、かっこ筑前煮を作りながら聞こうと思っていたのに2時間椅子に座ってじっくり聞いています。ダメよ、ほとほと見ながらやってください。もう溶けてしまいますよ。いや、クロスロードさんの歌も楽しみ。あ、ありがとうございます。2時間ライブ聞いているみたいで嬉しいです。わあ、嬉しいね、こっちもね。番組終わったら画面に作ります。いや、その間ずっと煮ててください。僕食べに行きますね。もう料理のお邪魔をしましてね。ね、本当ですね。今度画面にの歌も作りたいね。画面にの歌ってどんな歌？画面に口から出まかしねえもん。ほら、歌うぞ、歌うぞ。目の前であの壺にハマった人がいるんでね。もうさっきから泣いてんだよ、ずっと。のんちゃん泣いてる。のんちゃん泣いてる。面白い、面白いぜ。喋、うん、んなきゃ。じゃあですね、早速ですね、メッセージも落ち着いたところなので、クロスロードの曲をね、はい、今からお届けしたいと思います。佐世保の三河千秋、今年はね、もう本当この曲で始まってこの曲で終わるという感じ。あ、そうやな、うん、この白い奇跡のね、あの曲を作り出したのがちょうど去年の今頃ぐらいで、うん、で1月にレコーディングをこう始めてた頃なんですよ。でもうやっぱりこう今年1年この白い奇跡っていうのをね、だいぶ随分出していただいて、ね、うん、あの佐世保の三河千秋のね応援歌としてこの白い奇跡を作ったんですけれども、やっぱりあの反響も大きくて、うん、意外と皆さんね、あの星さんなんか1日2丁とか言って白い奇跡のあの、うん、あのちゃんとしたレコーディングバージョンと、それと僕があの入れてるアコースティックバージョンのね2曲、これの2曲を毎日聴くのがた、ね、あの1日2丁っていう風に言ってくださってるぐらい、ね、この白い奇跡をねまたね来年にはあのどん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 広めていって、で来年はまたあの新曲また出ますの で、 そうなんです。よろしくお願いいたします。アルバム作ります。わー、素敵ー。負けないように、ね、聞きたい。で今日はね、あのフェアリーのめいちゃんが、めいちゃんがベースを入れてくれるんで、はい、かっこいい。初コラボです。初コラボです。やったね、夢が叶いましたね。よかったね。ありがたいね。ありがたいですね。じゃあ白い奇跡を歌ってみたいと思います。聴いてください。聴いてください。何を語りするのか、
何を紡いでいくの、この手のひらがいつか君の思いに変わる。季節は巡り時の中で、あなたの残り火を二人で守り続けている。白い奇跡、どこにたどり着くの、何に迷っているの。未来の君がいつか教えてくれるだろう。今は気づかぬ旅の途中、こぼれる光、指の隙間から君は初めて微笑む。いかがだったでしょうか。白い奇跡、すごい、はい、はい、ありがとうございます。素敵な歌もね、はい、あの白い奇跡でね、今年はねクロスロードが、うん、ここもね、うん、2時間に変わったしね、今年4月からね、はい、そう大ブレイクですよ、大ブレイクですよ、自分たちの中でね、めっちゃいいですよ、もうすごい、ここでもう横で聞けたら最高です、ありがとう、うん、心が現れた、心打ちました、心打ちた、打りました、打ちました、バーンってバキュンバキュン、ありました、僕が、うん、みんな相当今まで汚れてたね、違う違う、汚れてバグも大掃除しないとね、お掃除ね、お掃除ほら年の背にね、そうですよ、ね、もうね、煙突もクリスマスの時はね、サンタのおじさんが入ってきやすいんで掃除するもんね、そうそうね、今日も全部皆さん掃除してね、はい、来年はもう新年、今日 ね、そうそう、あの今日はね、今日で終わり、今日はね、もう何が終わりだ、今日でもね、今年のことはもう全部忘れる、そう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 、だから忘年会っていうのをやるんだよね、そう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 、忘れ最後の、明日から新年だから、新年明日ね、新年さんって言ったねあ、まだどうしてもどうしても下ネタに持ってことしてるな、めちゃくちゃ
大丈夫よ、ね、本当にね、今日はねだからもうあとねもう30分もないんですよね、20分しかない。あ、もう、あ、そうか、だから20分のうちにあと2曲いっちゃいますよ、はいはい、もう立て続けに歌いますからね、すいませんけどミキサーさんよろしくお願いしますよろしくお願いします。はい、敏腕ミキサーですからね、もう今年、あ、いや、もうね、ちゃんとね、今田さん、もう本当にね、もうこの方がいたからね、この番組がね、持ってるんですよ。あ、もう今田さんのおかげです。本当にありがとうございます。なんか言ってます。もうね、あの神の声が聞こえるようになったんですよ。天の声がね、天の声がね、天の声ね、僕がミスするたびにあの天の声が違うって。はい、ではですね、あのたびたびのサラさんからね、はい、メッセージ、はい、白い奇跡好きよ。あ、ありがとうございます。寝る前に聞いてるんです。あ、この間ね、あの CD をね、あ、すごい喜んでました。あ、本当は嬉しいです。で、質問です。はい、CD ジャケットの絵が幼児の姿でとても惹かれてます。どなたの作画なんですかって。あ、これはカラコの模様なんですよ、ね、三河内焼きのね、三河内焼きの、うん、昔から着物に、うん、あの青いあの染め物で、うん、あのカラコを書いてある、うん、このカラコをそのままあのジャケットに、うん、刺してもらってる。多分佐野さんはカラコで分かるよね、うん、まあ、知らない人のためにカラコって何なのかっていうのは、うん、あの唐の子供、うんね、カラコ焼き、ね、昔唐って中国が言われた頃の、うん、唐の子供の姿を絵にしたのがカラコっていうんですね、うん、でね、そのカラコの数でその将軍家とか朝廷に渡すのが7人で、5人しか書いてなかったら公家衆とか大名に渡す分、うん、そして3人以下だったら、うん、一般の人の使えるお茶碗っていうふうに決まってたらしい。そのためのカラコの絵らしいんですよ。まあね、あの焼き物については本当ね、三河地ってそういうその段階があったりとか、だからほら山口県の萩焼きなんかは、はい、一般の人が使いやすいようにって端っこをかけさせたのがきっかけで、うん、それが萩焼きの由来で、もともとは献上品だったね、一般の人使えなかった。まあ、いろんな地域でね、そんなやり方があるっていうのはすごいですよね、焼き物でね、すごい重宝された、うん、その歌を歌わせてもらってる僕らはまたありがたい ね本当ですね、うん、本当に、うんうん、歴史をね、なんとなくこうやっぱり皆さん感じたんじゃないかなと思ってます、うん、ということで、じゃあ、ね、次の曲は、うん、さっき延岡の歌を歌っていただいたんで、それに対抗してのね、もう博多思い出通りをね、歌わせてもらいたいと思います。4カポです。読んでいい、うん、大丈夫、うん、あ、合ってますね。はい、じゃあこれもね、フェアリーのね、ベース入れていただけるんですから、はい、はい、ありがとうございます。私たちの代名詞になっております、うん、はい、博多思い出通りを、歌わせていただきたいと思います。よろしくお願いします。西公園坂博多どんたく花電車ちんちん電車にゆらり揺られ胸が踊った話題アジサイ濡れる串田の森に祇園山笠登せも東京ケーキの出店の前で
粉雪舞い散る中川沿いに誘う口紅チャイナドレス背広姿にぴしゃりと決めて初めて飲んだ遠く帰り博多水道中洲あんた水道天神思い出の香り探す明治通りあんたの思い出共に映る佐世保水道あんた水道恋町思い出の香り探す佐世保の町もう一度あんたに会いたくてもう一度あんたに会いたくて。いかがだったでしょうか、ね、博多思い出通りね、これはね素敵、ビンディのバンバスもね今日は聞いてくれてるかな、あなんか忙しいとか言ってたからかもしれんけど、うん、詩を書いてくれてね、そう、素敵でした。毎年ね、29、30、31で開けてるんですよ、紅白に出るためにあのね、この歌ね、そのもちろんもう奈々ちゃんも分かってる通り、そのウィンディでもやるんだけど、僕ずっと歌ってて、そうそうそう、まちゃんずっと歌ってるんだ、だからウィンディで歌うよりもっと前から歌ってるわけ、ね、ソロでも奈々ちゃんと一緒の時も、うん、で、この間も温骨神でね、忘年会ライブの時も歌わせていただいたんだけど、そうですね、あのビリーブの奈々ちゃんがに一緒にやろうかっていう話をして、ちょっとキーを落としたんだけど、うん、ノーカップでやって、ちょっと僕には低いんだけどね、彼女の声に合わせてやってコーラス入れて、またねそれはそれでね他の人がやってくれてるから、そうそうね、うん、最近女の人が歌ってくれたりとかね、そうもう3人組のね女性、うん、で音子のママさんと、うん、ナーチンと僕と3人でキーボード来てくれてたね、キーボード来てくれてて、ね、で僕もコーラスを逆に入れたりとか、本当なんかね違った雰囲気でねまたね、うん、面白いんだよ ね、 なんかね違うところにこうウイルスのごとく博多思い出通りがこうなんか悪い声でつける蔓延してるね、いい歌ですよね、金どっちの金、ウイルス、ウイルスね、ウイルスの方の金ね、よかったまたそっちかと思ってもう時間ないんで、時間ないやろう、はい、この最後の曲にこの最後のピースっていうのをねちょっと持ってきました、はい、これ聞いた人あんまり少ないとは思うんですけれども、この最後のピースというのは、うん、今回ちょっと歌詞をちょっと変えたんですよ、ね、そうですね、サナトリウムっていう、まあ、療養所に入っている男の人と、うん、まあ、女の人のその掛け合いみたいな形にちょっと変えてみました、はい、シージャンがねちょっと詩を書きましたんで、でその雰囲気をね、この最後のピースっていう、このピースっていうのは、うん、ジグソーパズルの最後の1枚が、もうこれはもうここにしかはまらないよっていうね、1枚、そのくらい固く
私を抱きしめてくださいっていうような、うん、あの意味合いを込めた歌なんです。でこれをちょっとしーちゃんとね、あの、はい、デュエットで歌ってみたいと思いますので、よろしくお願いします。最後のピースです。聞いてください。生きてゆくことに本当の答えや道なんてないから、今感じている切なさを言い訳でごまかさないで、遅くなった僕の夢のかけらをこれから探しに行こうか。さよならは言わないから、今までのあなたにありがとう。氷の中に閉ざされた動かないまま、少しずつ涙に溶けて消えてゆく。空に愛がある、風に優しさがある、支え合うこと、誰かを愛して支える、君の想いを感じて答えと道を見つけたから、心の中のジグソーパズル、思い出のかけらを並べてく。しっかり固く動かぬよう、私の心を抱きしめて、最後のピースをあなたに託す。もうどこへも行かないで、花に命がある、星に夢がある、雨に涙がある、光に希望がある、僕に君がある。
はい、いかがだったでしょうか。はい、2017年1年間ね、皆さんありがとうございました。本当にありがとうございました。年明けからね、1月7日、はい、1月7日、ザ・クロスロード音楽と心の交差点始まりますので、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、じゃあちょっとメッセージ読みます。はい、はい。まさみさん、皆さんトーク面白すぎです。ちょっと読みますね、もうどんどんね。ご当地ソングのオンパレードですね。素敵な曲ありがとうございます。これもまさみんさん、まさみさん、はい。さっちゃん、2017年の疑問です。ずっと気になって聞くに聞けなかったことです。博多思い出に出てくる東京ケーキが気になって仕方がありません。どんなケーキだったんでしょうか。後で教える、はい、後で教えます。はい、ね、これが、どちらもダンシティで聞かせていただきました。ゆむりさん ね、はい、とてもいい歌よね。私は来年の1月ダンシティでフェアリーのライブに行くつもりですということで、はい、ゆみこちゃんありがとうございました。ありがとうございます。まさみんさん最後、こんにちは、まさみんです。クロスロードの皆さんの、のんのんさん、フェアリーシスターのお二人、リスナーの皆さん、今年1年ありがとうございました。来年も素敵な放送を楽しみにしてます。良いお年をということで、はい、本当にありがとうございました。もうね、なんかお急ぎなんですけど、もうね、次の番組あるんで、はい、はい、では来年1月7日まで